モントレール黒姫、ロッキンベアの43キロぐらいかな、それらんレース無事完走した川西くん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日のレースどうでしたか？いや、もうめちゃくちゃ暑くて第2エイドから足つってほとんど歩いて走ってつって歩いて走ってつっての、笹上峰、はい、まではいい調子で、あ、すごいいい調子で、年代別でも結構いいペースで、うん、5時間ぐらいですかね、ペース的には5時間切るぐらいのペースで来てたんですけど、いきなり足来ましたか？足来て、全部来て全部つっちゃってもうやばかったですね水とか足りました？水はそうですね、最後の、まあ、残り8キロぐらいですかね、そこでなくなったんですねなくなったんですけど、まあ、残り 8キロぐらいだったんで最後で飛ばしていきました。そうですか、はい、じゃあちょっとこう一言で言うと、まあ、悔しいのもありますか？めっちゃ悔しいですね。もっと走れたと思う、走れたと思うんで、まあね足つりがなければなければもっといい時間でレースできたと思うんで、もっともっとですね、呼吸と練習を頑張っていきたいですね、うん、経験値上げて、はい、上げていきたいです。次のレースとかありますか？次やっぱりマダローに向けて、マダロー50に向けて、10月の目標は5時間半切りですかね。お、それはかなりのタイムですよ。ちょっと狙って頑張りたいと思います。一緒に練習して頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。はい、お疲れでしたお疲れ様です。